フォローロンギング続きからやっていきます。じゃあ絵を買おう、買い物する。じゃあ大金のある売却って何？売却できないわ。まあ、20、あ、ちょっと待って。じゃあ大金のある町の絵買おう。地下の駅が描かれた風景が町のシンボルと思わしき大金が描かれていない、これ買います。あ、ちょっと待って。よかったいや、なんか花がさあったんだけど、これじゃああれなんだ、19輪でいいのかもね。残り大金のある町の絵2個買っちゃって、売ったら10だったわ。元が取れる。じゃあごっこ遊びアンロック思い出、じゃあやってみるか。アイテム、ああ、ちょっと待って、続ける。アイテム、これやってみよっか。え、いけんじゃないの？いけるって言ってなかったっけあれ、今日の絵もお気に入りを見てくれる買い物。あれ、じゃあ深い霧のやつも買ってみるか。全部買わなきゃいけないのか。ごっこ遊びって何？なでしこのお店で絵を買った。おーっと、あれ、絵の世界に行けるようになるのはどうやって やるんです？え、これどうすんの？え、どうすんの？ここで使ったりするとか？なんだこれ、どうすりゃいいんだ？ちょっとよくわかんなかったんで、もう進めます。買わずに。買ってない。いや、もう進めよ。やり方がわかんなかったわ。じゃあ、あれど、あ、そっか、寝ればいいんだっけ。寝よっか。じゃあ今日はもう休む。なんか、食べ物とか服の時はすぐできたのに、絵はどうやってやんだろうね。この実況撮り終わったら、第1話目、ちょっと見直すか。おはよう。みんな一日経って疲れは取れてきたかい？はい。柔らかい布団を用意していただいたおかげで、ずいぶん体が軽いです。うん、元気になった。それならよかったよ。で、町会開いて何するの？全員集合ってことは何かあったんでしょう？ああ。実はエルの捜索に出てもらっていたバースデーから信号が来なくなっていてね。え？最後に信号があった場所へ行ってみたら、バースデーが破壊されていたんだ。破壊されてたって、人為的ってことか。なんか木にぶつかったりとかじゃなく。待て。まずバースデーとはなんだ、ラッコラッコ。ああ、失礼。奈落のみんなにはまだ共有していなかったね。無人航空機で、空飛ぶ機械というところから、空からエルを探してもらっていたんだ。話を戻すね。バースデーの破壊されていた場所だけれど、そこは芝と最初に出会った場所、深い森へ続く入り口だったんだ。最初に出会った屋敷を出て、左をずっと行ったところ？そう、けれど芝と出会った時とは随分と様変わりしていた。なんか紫色っぽくなってたもんね。様変わり？見てみたら一目瞭然なのだけれど、名乗しがたいな。なんというか木々の間から宇宙が漏れ出しているような、とにかく次元がおかしくなっているように感じたよ。聞いてもよくわかんないな。地上なのに宇宙。要領を得ない説明なのは誤りよ。けれど、それほどうまく言い表すのが難しいんだ。あんな景色は桃源のどこでも見たことがない。憶測に過ぎないけれど、僕はあそこが神の居場所へ続く道なのかもしれないと考えている。加えてエルもそこにいるんじゃないかと思うんだ。どうして？数日かけてはバースデーが見つからなかったんだ。近くにいないとはいえ、遠くに行く手段は限られてる。けれど電車はある日僕たちが使ってたとなると、あの日か。そこで壊れていたってことから考えても、入った可能性はあるっつうことが。エルが壊したかわかんねえけど、少なくとも俺らの中にはバースデーを壊すやつはいねえしな。そういうこと。仮に神の居場所ではなくても、エルがいる可能性を考えて探索する価値はあると思うけど、どうする？行こう。何もせず屋敷でほうけてるより行動する方がいい。そっか、お前動きたいって言ってたもんな。同感です。屋敷でゆっくりしすぎると調子が狂ってしまいますからね。私も行く。エルを探しに。そうだよな、お前が一番心配だもんな。
わかった。それじゃあみんなで探索に行くとしよう。ただ、桃源の誰かにお願いしたいのだけれど、なでしこにはできれば屋敷にいてほしいんだ。ああ、そういうことか。なでしこの大盛り役が必要か。それで一緒に屋敷にいてくれる人。それわざわざみんなの前で募るの。俺しかいないでしょ、よいちくん。暦に任せることになるだろうとは思っていたけどね。信じているけれど、なんとなく不安が残るというか、そうなの。暦以外、いいやついないだ。まあいいけどみんな。戦闘力も兼ね備えてんのは暦以外いないもん。あの信頼できるやつで。キラはちょっと怖いし。主役なだけでしょ。どうあれ俺が敵役なのに変わりない。観念してよ、よいちくん。仕方ないな。なでしこのことは暦に任せよ。頼んだよ。喜んで。あ、よいちくんのそういう顔見れるなんて、小気味いいな。それでは他の全員で今から行くということでよろしいですか。いや、キラも残りましょう。え、どうして？いや、まあ、うん。また季節さんみたいなことが起こったら大変ですし、そちら先輩たちいますし問題ないでしょう。え、そうね。こっちの戦力は十分よ。確かに。俺の戦闘力は奈落のお前たちと比べたらずっと低いからね。あ、そうなの。暦でもこいつらには勝てないの。奈落の奴らの方が強いんだ。つっても同じ顔と自宅警備官、なでしことのランデブが。キラ、ありがとう。ぜひ君に二人と屋敷のことを任せて。うーわ、あからさま。まあいいけど、ゆっくり話す機会でもあるし。ふふふ、お任せくださいな。お前あんま喋りたくないって言ってなかったキラ。ああ、それじゃあ準備をしていこうか。わかった。なんか喧嘩すんなよお前ら。性格的にも心配だわ。私、あなたたちが。しばちゃんさ、よいちくんに無事帰ってきてって言っといてくれる？お前、自分で伝えろ、そういうのは。え？出発はまだだし、私が伝言しなくても暦が。うん、俺が言うよりしばちゃんが言った方がまだ効果があると思うから。俺が言ったとは言わなくてもいい。とにかくあいつにそれだけ言っといてほしいの。え、お前死ぬみたいな言い方するじゃん。頼んでいい？うん、頼みならもちろん。暦やっぱりよいちのこと心配なんだね。まあね。あれ、否定しないんだね。まあここまで来たらね。俺だって不安になるくらいはするし、不本意だけどみんなのこと心配してるよ。もちろんしばちゃんのことをね。大丈夫、みんなが一緒だし、無事絶対帰ってくるから。そっか、それは心強いね。そんなしばちゃんに一つアドバイス。しばちゃんも危ない時はみっともなくても逃げるってことを覚えておいた方がいいよ。ま、目の前で誰かの危機が迫っていたりしたら、こんな忠告、全く意味なくなるんだけどね、一応。お前すぐに飛び出すし、よく考えずに答え出すでしょ。もし逃げろとか帰れとか言われたら、それで助かるならその方が弱かった。うん。よし、行こう。じゃあ、よいちくんのことよろしくね。わかったよ。こうやって一人ずつ喋っていくのか。よ、キラ。お気をつけて。いくらキラとジャキラでも、離れていたら棒を振ることはできませんので。まあ、息で無事帰ってきてください。ギラに言えるのはそれだけです。いや、まあ、そんだけでいいよ。お前のことが、一番嫌いだけどね。いや、まあ、そうなんだ。あ、なでしこ。シバ、あのね、どうした？みんなのこと、お兄ちゃんのことお願い。絶対、絶対帰ってきて、帰ってくるよ。帰ってこれないみたいな言い方すんなよ。そうじゃなきゃ、なでしこ嫌だわ。帰ってくるよ。暦と一緒には待ってるから。早く帰ってきてね。任せろ。ちゃんとさ、私がいる場所、あ、シバ、あのね、みんなの、あ、お、聞いた。ちゃんとさ、どこから喋りかけてもこっちが向いてくれるのがいいね。うん、まだいたの。別れの挨拶になるかもって、そうだよね。わかった。シバちゃん、お前がいなくなるのが心底怖い。絶対に戻ってきて。さもなくば、俺も地獄まで探しに行っちゃうよ。なんて冗談。あは、間抜けに口開いちゃって魚みたい。ごめんごめん、でも俺がしんなりしてたら、それこそ気分が暗くなりそうじゃない。こうして軽口言う方が俺も気が楽だし。まあ、あんまり気を揉みすぎずに、みんなの帰りを待つよ。なでしこと、たちとね。一緒にね。オッケー。え、じゃあ、ここら辺とか行っても誰もいないんだ。え、本当に絵とかの下りできんの？これが最後だったりすんのかな？でも、結局絵見てもさ、どうすればいいかわかんなかったよな。あ、いないわ。じゃあ、行くとするか。ここにもいない。じゃあ行こっか。まあ進めてこう。じゃあな、行ってくるわ。お前ら無事でいる。さあ行こう。花は咲いてた。あ、キャベツだ。これキャベツじゃないのよ。毎回キャベツって言ってるね俺。茶葉だ。ここか。さて、これは随分と様変わりしただろう。何が影響になってるかはわからないけれどね、
入ってみればわかるんじゃないか。おい、不用心すぎるだろ。先にちょっと、覗いてみるとか、聞き耳立ててみるとかさ。エル、こんなところに一人で。ああ、マナセ、ふらふら一人で行くな、そばにいろ。むむ、これは車椅子で通れる道なのじゃろうか、確かにな。あ、スーが新しいお洋服着てる。ほんとだ、お前上品になってるな。おう、ようやく気づいてくれたのかや。オリジナルの坊主が作ってくれたのじゃ、どうかの。僕に似合っておるか、似合ってる似合ってる、ずいぶんいいよ、そっちの方が。すごく素敵だよ。やっぱりザクロはすごいね。そうかそうか、それは嬉しいぞ。じゃが坊主の名前が出てくるとはな。確かにあやつのおかげじゃが、お嬢ちゃんがあやつを褒めるのはあまり居心地が良くないの。なんで？おい、作ってやったのになんてこと言うんだよ。つうか、それこそあんたが前に世界に出た嫉妬ってやつじゃねえの。嫉妬？不思議なものじゃ。心に色がつくことはいい心地ばかりではないのじゃな。その目でそういうこと言われっと怖えよ、じいさん。ひとまず、大きな危険はないようですね。少し覗いた感じ。中に広い空間があるようなので、はぐれないようにするべきだとは思いますが。あ、じゃあみんなで手をつないで入ったらいいんじゃない？かわいい。邪魔くさいから却下よ。俺はいい案だと思いますけど、芝さんつなぎますか？うん。かわいい、お前ら。え、そんなに簡単につなぐのかい？お前嫉妬すんなよ。よいちもね。ああ。お主たち、ずっこいではないか。僕もお嬢ちゃんと手をつなぎた。いや、無理だよ。もう両手塞がってるから、お前はよいちと手つないでる。名前に決まってんだろ。あんたはこっち来い。車椅子をしてやっから。ザクロ騒がしい。いや、ザクロが騒がしいのかな、これ。悪かったな。ほら、マナセ。腕掴んどけよ。うん。いや、ザクロも男前。何遊んでる？入るぞ。遊んではないわ。あ、遊んではないけど入ろうか。え、本当にこっからあれなの？あ、また違うとこにセーブしちゃった。ラストみたいな感じなの？何この宇宙みたいな場所。うわ。まるで地上に夜空が落ちてきたみたいなところだ。こんな場所があるなんておしゃれな表現するね。下見るとちょっと怖いね。どこが地面でどこが歩けるのかよくわかんなくて。中はより宇宙のようですね。どこまで空間が広がっているのかもわかりませんし、手を繋いだのは正解かと。ここで見失ったら探すのも大変そうだもんね。あ、芝だった。みんな足元気をつけて。と言っても何も物がないね。一体どうなってるんだろう。場所としては森のはずですが、この光景、異次元と言っても過言ではないくらいには不思議空間ですね。入り口だけじゃ何もわからないな。進めるだけ進むぞ。オッケー。怖いな。怖くなってきた。神が現れるのかな。迷路みたいになってる。いて。ザクロ大丈夫？ああ、大丈夫だけど。俺今どこにぶつけたんだ。どうやらここには見えない壁がありますね。見えない壁？時折光って見えることもあるので、消えたように見える壁というのが正しいかもしれません。手探りで行くしかないね。帰り道がわからなくなりそうで怖いけど。光った時をよく見ながら注意していきましょう。オッケー。得意得意、そういうのゲームっぽくなってきたな。まずはこういうのは右から行く。さてさてさて、あ、確かにちょっとわかんなくなるな。どこに行けばいいのかもわかんないし、アイテムが落ちてるわけでもないのならそのまま進んじゃうよ。いいのか。あ、進めた。ここは？ここ今度はなんだ。白い扉がいっぱいあるね。で、全部入れるのかな。いいえ、見たところハリボテばかりね。先に部屋がある扉があるかどうかは見回ってみないとわからないわ。先に部屋があったとしても、その道が合ってるかもわかんないよな。確かに。つうか、そもそも俺たち、さっきからほんとどこ歩いてんだ。これ帰れなくなりそうだね、ほんとに。少し怖い。でも、この先を歩いていけばエルがいるかもしれない。そうね。だから私は先が見えなくても歩けるだけ歩いてみたい。お姉ちゃん。マナセ。そうだな。今はそれしかない。が、この前行くとなると。その時が来たら、その時だ。気にするな。前に進むぞ。え、何？お前なんか分かってんの？じゃあ、この、おしゃれな扉入ろ。入れない。ハリボテね、ほんとに。え、このまままっすぐ進んでいいの？どれかが正解なんだな。絶対に。じゃあこの時計みたいなやつは何？これメモみたいなやつは？こん中からさ、あ、あったわ。これじゃん。ワクワクしちゃったよ。こん中から探すのかなって。ちょっとワクワクしちゃったよ。何この不気味な空間。血みたいなのあるけど。ここは。あの扉室内に繋がってたんだ。中身があるようには見えなかったけど。二人ともどうしたの？あ、
奈落ここ。ここは俺たちがいた場所です。え？奈落の実験場。俺たちが押し込められていた牢獄だ。それも、よりによってカルマさんの。ここが君たちの忌む故郷なんだね。今ならまだ扉から出られるはず。引き返すかい？いえ、進みましょう。ここは通り道に過ぎません。どうしてここに繋がったのかはわかりませんが、戻っても目的地はたどり着けないでしょう。そうよ、通り抜ければ何の問題もないわ。部屋なんか入らなきゃいいな。そうでしょ、お兄さん。そうだな、行くぞ。入れって言われてるみたいだね、なんか。ってことはここってこと？ここってこと？ここってこと？え、どこも入れないの？一応は。一応は入れないシステム。入れなそう。戻れもしないね。オッケー、進むか。そんな予感はしていました。鍵が必要なんだね。なら部屋に入って探すしかないか。君たちが思い出したくないのもあるかもしれない。しんどければ僕たちだけで探すよ。いや、俺は動く。ここまで来て足を止めている暇はない。同感です。わかったよ。それじゃあみんなで探しに行こう。お前ら強いな。無理すんなよ。でも、ここは入れるわけじゃねえの。どうやって入んの？え、なんかこのやばそうな、この液体は。俺がスーに渡すために大量に持ち出したとき、こぼした輸血製剤だ。一刻を争う状況だったからな。落とした血を、気にかけて暇はなかった。輸血？にしてはすごい色だけど。元気系のものだからな。スーには元気系の血も混ぜられている。じいさんはこれがなくてはもう生命維持すらままならない。そんな、どうしてそんなことに？元気系を理解する手段の一つと考えていたようじゃ。あ、スー。スーじゃよ、お嬢ちゃん。世界の坊主は脳に元気系を移植したと言っておったが、僕は別のアプローチでこの体を使われておったようじゃな。知識を蓄え、人のみ一つで元気系の十言語を理解する血液の投与もその一環だったようじゃな。まったく効果はなかったかな。スーが生きづらくなっただけだな。軽く言ってるけど、それって点滴がなくなったらスーは死んじゃうってことだよね。今を生きる元気系から血をもらわねば、その運命をたどるじゃろうな。でも僕、お嬢ちゃんが生きておる限りは生きていたいな。懇願すれば承諾してくれるかな。誠意次第じゃないか。お前は適当なところがあるからな。おまけに道徳もない。それに芝にほだされてからは重要な情報をペラペラと話しそうだな。今となっては不問ではあるが、全く恩知らずなおじい様だことだ。仕方なかろう。物事には優先順位がある。この命はすでにそれを自由に決められるものなのだ、ものなのじゃから。のう、お嬢ちゃん。僕と共におることを誓ってくれたよな。まあ、そうだね。ならお嬢ちゃんからもお願いしてくれんかな。僕と最後まで共に会れるようにと。ああ、相変わらず鳥肌の立つ情緒ね。しばちゃん、不快だったらまともに相手しなくていいわよ。まあ、そうだな。結構きついよな、こいつ。今の G の赤子感性ならあんたになんて言われたって心が傷つくこともないもの。そうなのか。スー、なんじゃ愛しのお嬢ちゃん。あなたには確かに長生きしてほしいけど、まずは元気系さんたちが痛くも怖くもないように血を取るところから始めないとね。あと、とっても健康になってもらったらもっといいかも。愛をささやく方がささやく方ならささやかれる方もささやかれる方か。案外相性がいいのかもな、お前たちは。意味わかんない。この変態ジジイのどこがいいのよ。そうだね。いや、じゃあ、しばちゃんがちょっと狂ってんだよな。いや、まあ、二人とも狂ってるか。あ、入れる。うわー、なんか嫌な空間。これは外？ベランダみたいだな。うわ、高い。そこが見えないよ。奈落だからな、そこなどない。奈落のこの工場は縦に長い構造になっている。道元じゃこんな高い建物を見たことがないということは。ここは地下で下に伸びてるってことか。確証はないが、そうだろうな。地上の楽園が桃源なら地下の地獄が奈落だ。地下なのに下から風が吹いてきてる。一体ここは？ここで問題なのは、このまま奈落を進んで神の元にたどり着けるかどうかですね。俺たちがくぐったおかしな扉が何枚か奈落につながっていた。廊下の先の扉を開けて、俺の知っている奈落と違う形をしていることもあり得るだろう。この区画から出れば状況は変わるかもしれん。変わらなければその時考えればいい。どちらにせよ、来た道を引き返すつもりはないんだからな。そうですね。なんかお前ら一貫性あるな。じゃあ戻って、来た道戻るけど。あ、じゃあ、こっち側の、入れる。え？
何この、鍵がかかってるよ。なんか落ちてんな。でも開かない。こちらは扉が歪んでるようだ。お前らのさ力でなんとかなったりしないの。まあいっか。何かの謎解き。じゃあここも入れたりすんの。ここは入れねえの。ここはえ、どこがさ開けれる場所。あ、なんだこの部屋は。焦げ臭い。まるで炭になって原型がわからない卵焼きみたいに表現。ああ、この部屋は俺が奈落を出る直前に焼き払った部屋だ。うつつが？どうして？ここはあるものの実験室を覗き見るための監視部屋だった。それに関する資料が保管されていた。ああ、なるほどね。精神剥奪。俺の目的に必要だった資料もここにあった。必要な書類以外は全て燃やした。他は何の益もない。実験による最低な拷問記録だったからだ。調べてたところで大したものはもう出てこない。だろうが、調べること自体はや止めん。俺は部屋を出ている。あ、うつつ。世界大丈夫？大丈夫です。うつつさんが焼いてくれたのなら、ひどいものは残っていないのでしょう。わかった。でも無理はしないで。いや、お前らが精神的にやられちゃうんかな。輸血パックからこぼれたもの、焦げた匂いが部屋を満たすので匂いはわからない。もう元には戻らない廃材。これはなんかあんのか。わあ、そっか。これは焼け残った書類。この写真なんだか燃えちゃってて顔は見えないけど。似てるね、エルに。あ、エルもそうなの。マナセには見せられないけど、僕は一応目を通しておくよ。これはきっとエルのクローンだ。ユディット。これでユディットって読むんだ。絶対読めねえな。これが彼の名前か。殺処分の判が押されているということは、マナセのクローンと同じでもう亡くなっているんだな。だから桃源に来た中にいなかったんだ。なるほど。トルチュールの病、聞いたこともない。病気だけど拷問の名を冠するなんて、ろくな病気じゃないの。トルチュールってのは拷問って意味なのか。メルの死後、付近に暴走。このメルという人がマナセのクローンだったはず。待て、つまり彼はメルが死亡したことで暴走したのか。タイミング的にはありえない話じゃない。もしそうだとしたら、奈落においても、あの、義兄弟は、近しい関係性だったってことなのか。死に憤り、病に蝕まれた体で反発するほどの劇場か。今を生きてる彼は、姉に対してどう思ってるのだろう。早く探さないと。メルの死後付近に発狂暴走、当時抗体生成によって付与されていたトルチュール病により、高熱と皮膚病、顔面から出血は怖いな。錯乱などの症状が見られていて、なんとかがなんとかかんとか読めないな。使用可能後に射殺、射殺。死体からは使用可能な抗体を取り除き、焼却処分。うわ、怖。そっか。まあでも残酷な。機材はすべて破壊されてるうつつ。なるほどね。これは？ああ、触れないな。もう元には戻らない。そっか。え、じゃあやっぱここも入れんの？ここは入れないのか。わからん。こっち行ってみよう。開かない。ああ、じゃあここが、そういうことか。ここがあいつがいた場所なんだ。うわあ、うわ。この部屋すごく暗い。何も見えないね。どこかに電気は。この部屋は実験室だ。検体が制御できないように重要なスイッチはついていない。別の部屋にブレーカーがあるはずだ。それを探す。あ、さっきのところか。わかった。それじゃあ一回部屋を出よう。じゃあここにあったブレーカーを開けるってことか。扉に入り方がちょっとわからん。で、ここのブレーカー、ここだけあんまり開けてない。防火になってるみたいだね。開けてみよう。あ、電気つけるやつだ。ほんとだ。ブレーカーだね。隣の部屋のものがあれば、開けてみて。電気がついたら向こうも探索しよう。そうね。うん。ブレーカーを上げる。感電したりしないよな。え、じゃあやっぱさ、マジで下のとこも入れんのかなこれ。これなんか、俺が下手なだけなのか。わかんねえんだよな。無理っぽい。じゃあ電気ついたっぽいから、行ってみるか。この書類は見覚えがな。世界？そんなことが。世界どうしたの？芝さん。いえ、何でもありません。何でもない、本当に？まだ学習はありません。はっきりと判明したらその時お伝えします。あ、わかった。あ、芝のクローン。これが本当だとしたら、芝さんと父さんは、俺は？あ、なんかちょっと笑顔になったな。
シバさんとお父さんは何なの？兄弟だったとかそういうことなの？はしごがある、持ってこ、持ってこ。なんではしご手に入ったんだ？もうそんだけか。へえ。まあ、出ていいの？ここ。ここは？あ、宝だ。あの鍵取りたいね。そうですね。ただあそこの扉は。開かなかったな。鍵がついてるわけではなかったが。ってことはこっち側から死かあそこには行けねえってことか。おお、落っこちたら。下がどうなってるかわからないけど、まず間違いなく助からないだろうね。怖っ。何かこちらとあちらをつなげる足場になるものがあれば、俺が取りに行けます。すごいな、お前。かっこいいな。え、あ、危ないよ。大丈夫です。このくらいなら飛び移っても行けそうですが、足場があれば何も問題なく取れますよ。危ない時は俺も助ける。二人がそういうのなら、建物の中足場になるものを探してこよう。もう見つけてるわ。水星の肉、あ、これか。これさえあればもう全部作れるみたいな状態だったもんな。じゃあ、はしご使ってみるか。はしごを設置して鍵を取りますか、取る。大丈夫か、世界。無理すんなよ。落ちんなよ。ここで分断はきついぞ。ありがとう。錆びかかった鍵を手に入れた。これでいけるんだ。もう、他のとこは行かなくていいんだ。じゃあ。ちょっと待って。本当にむずい。え、なんかさ。あ、オッケー、いけた。ここの鍵だったりする？あ、ここの鍵なの？使う。黒曜の鍵を手に入れた。あー、奥の鍵を取ったってことなんだ。赤く染まりちぎれた布が力なく散乱してる。このちぎれた布もあれなのかな？世界とか、開かないね。なんだっけ？世界とかカルマさんについてたやつだったりするのかな？まあ、世界とカルマさんも同じか。え、ここマジで行けないの？まあ、いっか。行こう。わー、なんかおしゃれな空間。わ、同じような建物がいっぱい。どんな建物なんだろう。入り口のようなものも特に見当たらないけど。ろくなものではない。お前たちは中身を見なくていい。そういう風に言われると一番気になっけどな。見る気をなくさせるという意図で事実を伝えることはできる。死体が放り込まれている。奈落で生きた者たちの。やっぱりそういう感じか。死体安置所ということ？死体安置所？そんな場所は初耳だが、この中で安置などされてはいないさ。焼却炉に放り込まれる前のゴミのように中身がいっぱいになるまで雑に詰め込まれているだけだ。怖っ。俺が父さんになれなかったら父さんも。こんな場所早く抜ける。急ぐぞ。そうだね。そうだね。抜けてえな。さすがに。見て回りたい。あ、花みたいのが落ちてる。あ、孤独な花。そっか。お前も一緒に来るか？あ、あー、そういうことか。孤独な花がある方に行くだな。これは絶対に。こっちがないもんな。あ、え？ヒントがないじゃん。あ、あったわ。寄り添う花。じゃあ、花の方に行けばいいんだ。ってことだよな。こ、どこに、あ、下にあるな。これは？誰かのための花。おしゃれだな、ずっと。あ、なんかたくさんあるな、花。不幸な花。次は、あ、こっちか。あ、ちょっと待って。美しい花。あ、戻ってきたな。初めて見る景色だ。今度はどこに繋がったんだろうな。あ、全然違う場所なのか、さっきのとは。世界、お前は見覚えがあるか？いえ、俺も初めてです。奈落のみんなが知らない奈落か、だとしたら。すでに、神域に入っておる。その可能性もあるじゃろうな。でもなんだか不思議。確かにの、人のいない空間に人の文明の名残のようなものが見える。昔は誰かいたのかな？こんな星空の中に、砂でできたみたいな真っ白で綺麗な建物。こんな景色の変わらない無機質の場所に住んでたら、いずれ精神を病むわよ。どんなに綺麗な景色でも、こんな果てもない場所ならね。え、そうなのか。まあ確かに、ずっとこの景色じゃな。ご飯もなさそうだもんね。そういう意味じゃないわ。一人でこういう空間に放り込まれて放置される実験が奈落にもあったの。その子は体の終わりが来る前に精神に限界が来て自死している。一人ぼっちでどこにも行けない場所なんで、私たちの精神は耐えられないのよ。おお、言われてみればそんな実験あったの。確か、人との喜ばしい交流を経験させた後の孤独化であったのじゃろうか。ああ、そっか。そっか。だからスーの場合は、それを知らなかったから耐えられたけど、ってことなんだな。僕も長い間一人ぼっちであったが、人の歴史と知識が常にそばにあった。それに最初から一人ではあった。
一度その幸福を覚えた後、それが二度と得られない永遠を生きるのはどれほどの苦痛なのじゃろうな。いや、神って本当にやべえやつなんだ、ここの、芝。ちょっとクソじじい、あんま芝追い詰めないでよ。ここで動けなくなったら誰が抱えるの？おっと悪い癖が出てしもうとかの。抱えるのはぜひとも僕が受け負いたいものじゃが。今のは僕だけの過失だったのか。そうだね。どっちかというと、お前よりも、って感じだよな。私もあの部屋には。あ、そういうこと？そういうことか。芝はそういうことなんだ。大丈夫。君はもう一人ぼっちにはならないよ。僕たちがいるからねって言ってたね。ありがとう。行こうか。とは言っても、どこに向かえばいいんだろうね。さっきの話だと出口がないということになってしまうけれど。ここに入ってきた道もいつの間にか跡形もねえしな。歩いていれば何かに見つかるかもしれません。絶対にはぐれないようにだけ注意して探索してみませんか。そうだな。よし。探索しよう。ここは何なんだ？どこなんだ、ここは。まあ、探索をしよう。いろいろ見て回るけど、これは何だ？あ、なんか扉あんな、ここ。入れたりはしないな。どこに行けばいいの？なんかがあるんだろうな。なんかあるんだろ、目印が。ここが中央っぽいとかはあるけど、あ、階段見、あー、やばそうな場所あるな。ここ登、あ、くぐれたりはすんだ。なんかやばい空間なんだ、ここ。あ、え？おい、こんな目立つ建物あったか？どうやらいつの間にか違う場所へ来ていたようですね。もう周りにはこの家しかないようだな。入ろうか。そうだ、なんかこれを見つけた途端さ、下とか左に行けなくなったから。そういう意味なんだ。何この、書いたような家は。どうなるんだろうね。ああ、私がいた場所に似てるね、なんか。ここは子供部屋。どうして？芝どうした？ここは？ここは？え、芝って何なの？私がいた私の部屋。芝も奈落出身なのか、これ。ふむ、ということは、これまで僕たちが歩いていたのは正しく愛おしい彼女の家だったということかな。家？これが家？まあ、待てよ、だとしたら。芝の親父とお袋は？そんな。ああ、神の子なのか、芝は。わあ、ちょっと怖いわ、この演出。落ち着きましたか？無理もないよ、まさか神が。私のこと疑ったりしないの？いや、疑うことはないよ。だってお前はお前だろ。どうして？私が嘘をついて与一たちのところに来たんじゃないかってそう思わないの？私はみんなをひどく傷つけた人の子供なんだよ。思うわけがない。さっきのうろたえを見ていたら、神の差し金だなんて誰も思わないよ。演技派なのかもしれないけどね。芝が最初に会った嘘つきの僕みたいに用意周到に嘘をつけるのなら疑うかもしれないけれど、芝の感情の発露が偽りなんて一度だって思ったことはなかった。みんなもきっとそうだと思うよ。両親に会うのが怖いかい？わからない。お父さんとお母さんが楽園を作ったなら、どうして私は初めから良い時代と一緒じゃなかったんだろう。芝、私はずっと一人で狭い部屋の中で絵本の中の楽園しか与えられなかった。みんなに平等に与えられるはずの楽園なのに、私には絵本だけだった。私も初めから良い時代と一緒に歩きたかった。これは僕の推測でしかないけれど、神や芝が楽園を自由に出入りできたなら、いずれ神の所在が楽園の民に明かされると思ったんじゃないか。それはもちろん芝に。どういうこと？両親はきっと神としての存在を誰一人として感づかせたくなかった。ひとたび外に出れば神が人であることがバレてしまうかもしれない。神が神たりうるのは形のない抽象的な存在だから。まさか今まで全ての慈悲が同じ形をした人間の手によるものだと周知すれば、楽園もそれまで通りには運営できないだろうからね。まあね。それでも芝が楽園に倒れ伏していたのは、芝が憧れていた楽園へ行ってほしくなったからじゃないかな。あ、そういう願いなのか。それって二度と会わなければ神とは気づかれない、そう思ったのかもしれない。あ、親の心があるのか、そいつらにも。一応は私お父さんとお母さんに会ったこともない。
なんだって。お父さんは、お母さんは何もわからない。お父さん声しか聞いたことない。でもいるっていうのは分かってた。声はね、優しかったの。いつもおはよう、おやすみって言ってくれて、たまに少しだけ絵本のお話を聞いてくれた。部屋からは出られなかったけど、私はお父さんの声が好きだったんだ。だからお父さんが神でみんなにひどいことしてたなんて信じたくない、シバさん。でも私はここへ来て、夜市や世界と出会って、屋敷のみんなと一緒にいるうちにみんなのこと大好きになった。だからみんなにこれ以上傷ついたりしてほしくない。もし本当にみんなを苦しめていたのがお父さんなら、私はお父さんのこと許せないよ。だからちゃんと聞かないと、それでやめてもらわないと。みんなを苦しめるやり方はもうやめてって言わないと。シバ、大丈夫。君一人で行くんじゃない。僕も世界もみんな一緒だよ。重荷を君一人が背負うことはない。みんなで持てば心もきっと軽くなる。うん、シバさん、何があっても俺はあなたの味方です。あなたがどんな選択をしようとも。だからあなたは自分の気持ちに従ってください。俺はその選択をしたあなたを守ります。わあ、かっこいいな。ありがとう世界。でも世界もちゃんと自分の気持ちに従って。なんかここで分岐しそうだね、エンディングが。なんかたくさんあったもんね、エンディング。私が悪い時はちゃんと叱って。その時が来たのなら。でも俺はいつも自分の気持ちに従ってるつもりです。そっか、じゃあ大丈夫かな。シバさん、歩けますか。もう大丈夫、二人が手を取ってくれるから。まあみんな仲間だし、みんな大好きだけど、やっぱりこの二人だけは特別なのかな、シバの中でも。さあ行こう。ここが転換点。人が人として生きる、その道を僕たちで作るんだ。うん、よし行こうか。確かにこんな部屋にずっと閉じ込められて、子供が描いたみたいな、いやーちょっと目がバグりそう。子供が描いたみたいな本棚。シバさんがこの部屋でお父さん、 お父上の声を聞いていたのなら、もう神との距離は近いでしょう。攻撃的な仕掛けなどがあると危ないので、俺とうつつさんが戦闘できます。うん、気をつけてね二人とも。問題ない、行くぞ。行きましょう。え、お前ら大丈夫か。無理すんなよ。わあ、 BGM がなんかすごくいいな。あ、お前が神。あなたがお父さん。ああ、すごい美形だな。本当に来てしまったんだね。おかえり、愛しき我が子よ。まさかその扉が開く時が来るとは思っていなかった。お前にこんなにたくさんの友達ができるとはね。友達になる人間を選んで欲しかったと思いもするが。お父さんの声。そう、お前の父、そして楽園の神様だ。ああ、こんなに神の慈悲を外れた人間がいっぱいいるなんて怖いな。多くの視線の的になるのは嫌いなんだ。この人形でも見ておいてよ。お父さん、お母さんはどこ？お母さんも神なの？母に会いたいかい？私の後ろにいるよ。お前が背伸びをすれば見えるかもしれない。けれどそれはやめておいた方がいい。きっとショックを受けてしまう。彼女はお前を産むためだけに作った私のクローンだからね。え？生命活動に最低限必要な脳と臓器、子宮以外の肉体までは作っていないんだ。人間の形をもう見慣れているのなら見ない方がいい。ああ、そういうことか。え、シバ、あなたには人の心がないのか。だから楽園人にもあんなことができるのか。人の心？何を定義にそう言ってるのかわからないけれど、確かにもう人とは言えないかもしれないね。最初の私を死に追いやった狂気の子供。あ、そうなの。あの時確かにオリジナルの私は死んだよ。だが万が一のためにバックアップを取っておいた。今の私も元の私のクローンといえばクローンなのさ。あ、そうなんだ。だから与一が殺したのは本物の神だったんだ。お前もずっと気になっていたんだろう。本当に自分が殺したんだろうか、命を奪ったんだろうかと。お前は私を殺した、命を奪った、それは事実だ。クック、お前たちは何のためにここへ来た。知って傷つくと分かって知りに来たのか。俺たちは話をしに来ました。そして楽園を終わらせるために。もうみんな傷だらけです。ですがここに来て傷つくことも承知の上、それでもこれからの未来を変えるためにここへ来たんです。答えてもらうぞ。悪辣な神の人形、そしてその座から引きずり下ろしてやる。
怖いな、もう。私は人間の道が途絶えた世界で人の幸福を体現させただけなのに。いいよ。答えるだけ答えてあげよう。それでお前たちがどんな答えを出すのか聞かせてもらおうか。私が納得できなければこの世界は存続だ。お前たちをここから出さなければ楽園は守られる。枯渇した奈落の人間はそうだな。お前たちのクローンでも作ろうか。貴様。落ち着いてうつつ、ここまで来て理性を失っては大事な判断まで間違いかねない。ふん。俺が言いたいことは一つだけ。すべての奈落の者に幸福に生きる権利をそれだけだ。幸福ね。それは私が作った楽園ではいけなかったのかな。お前は楽園の者の精神を乗っ取って幸福になろうとしていたな。それがどうして桃源の子供たちと足並み揃えているのかすごく興味深いが、他者を害して自分が幸せになるやり口って結局私のやり方と一緒なのではないか。その後それを断念し余つさえ私の楽園をなくそうとまでしているね。お前の方がよっぽど人を侵害し続けていると思わない？精神剥奪は完遂できれば俺たちにあだなす者も一人残らずいなくなる計画だった。ああ、復讐を考えうる人間すべて奪ってしまえばそうなるものね。それならしていることは私とそう変わりないぞ。愚かな奈落の人間よ。結局人間は何かから奪うことでしか幸せになれない。だから私は設定した奪うための対象となる人間を、お前たちは運悪く奪われる対象に任命された。それだけだ。任命だと。ふざけるな。運悪く。それで受け入れろというのか。この世の地獄の行いを。搾取の対象ならなぜ俺たちには心がある。なぜ苦しむしかない運命と分かっていながら心を奪わなかった。お兄さん、何かおかしいわ。この神、さっきから人間とか任命とか、もともと私たちが自然に生まれた存在みたいに。あ、そうなの。トワとかってクローンとかじゃないんだ。奈落の人たちって。私たちは楽園の奴らから作られたクローンでしょ。あはは。そうか、忘れていたよ。奈落の資料には確かにそう書いたな。お前たちは人間ではない。人間の幸福のための家畜として作られた人造人間だと。事実は真逆だ。真逆？あ、逆なの？楽園の奴らがクローンなの？お前たちの方がオリジナルの人間で、楽園人の方が新人類。神の慈愛を受ける器として作った新たな命。何を言っている？お前たちの思い焦がれた人間はお前たち自身だったということだよ。よかったじゃない。奈落の者、お前たちは最初から人間の道を歩いているんだ。ふざけるな。本気でふざけておるな。知識の容器であった僕でさえ偽りの歴史を植え付けておったのか。本物の歴史として記録していた。間違っていたとしても、確かめる術がないのが歴史だ。知識の箱である老体が嘘を話すとは誰も思わないもん。隠したことが悪いことだとは思わない。嘘でもそれにすがれるのであればその方が心穏やかだから。僕の存在価値は正しい知識だけじゃった。それが許されるとでも。許される。私が管理する世界なのだから。私が生といえば生。私が語といえば語。神とは、世界とはそういうもの。憧れの正体。その中身も知らずにけなげなことだった。夢のようにもろくずうずうしい、うつろな憧れにしがみつく消耗品はなかなか興味深かった。けれど生きる目的があったから生きられたのだろう。その過酷な運命でも。貴様だけは許さない。めちゃくちゃ残酷な話だな、この話。うつつ待って。その話じゃ桃源のみんなは。俺たちの方が人造人間だっていうのかよ。そういうことだよ、私のマナ娘。神の慈愛を従前に受けられないのは、施術が不完全でうまく機能しなかったためであろう。メンタルのエラーというところ。それに対してお前たち生まれるはずのなかった幻の獣、元気系はフィジカルのエラー。ああ、そういうことなんだ。エラー。楽園人を生成する最中に起こった突然変異によって生まれた獣。楽園人の欠陥品。その証に元気系は生殖はできないだろう。命として正しい存在ではないのだから、当然だけれどもね。何もかもがねじ曲がっていて歪だ。そんなことが。いえ、本当にそうなのだとしても、他の命から虐殺され、搾取され、利用される必要がありましたか。私はただの欠陥品に消耗品としての利用価値を与えただけだけどね。
ねえ神様、あなたはどうしてこんなことをするの？神様って崇められて、威張りたかったの？人を傷つけたかったの？もうお前も父とは呼んでくれないんだね。やはり子育てとは難しい。崇められたかった、そんなわけがない。人はそも、私自身を信仰してるわけではない。慈愛をくれる神という概念に頭を垂れている。ああ、すげえわかるけどね。私は私を誰にも認識してほしいなどとは思っていない。むしろ認識していないよう手を尽くしてきたさ。だからあれなんだ。承認欲求の真逆なんだお前は。承認欲求と真逆の存在にいるんだ。私は認知されつとも、すべての人間の幸福を望むよ。それが無償の愛だから。人に一切合わず、人の意見も聞かない。幸福の押し付けが無償の愛。それも、あまたの苦痛と犠牲の上に成り立つ。それが愛か。いやでもね、神の心めっちゃわかる気がするわ。何も犠牲にせずにさ、幸せは得られるのかみたいな大きなテーマなのかもしんないもん、これは。確かに、みんながみんな幸せならいいとは思うけど、そこには本当に何も犠牲はないのかいって思ってしまうよね。誰かがちょっとずつ嫌な思いとか、ちょっとずつ苦労してるから、幸せがあったりするのかなとも思えるしね。だから神が完全に間違ってるとも言いづらい。まあ、非人道的なことをやっているから、まあ間違ってるは間違ってると思うんだけど、ただ、すべてを否定はできない気もするな。さっきも言っただろ。人が生きるには犠牲が必要なんだよ。私が最も嫌いなのは戦争だ。人の譲れない心や貧しさから起こる悲しい争い。もう人間同士の争いは見たくない。搾取する側と搾取される側、あらかじめ決まっておけばそんなことにはなり得ない。犠牲がいる、争いが起きない。それを起点に出した命の幸福の答えが今の楽園だ。まあでもそういう答えの導き出し方もあるのかもしんねえって思っちゃうな。いや、いざこういうことが起こったらそれ最悪だけど、まあ、行き着く未来のうちの一つではあったりするのかなとか、いや、思ってはダメなのか。いやでもわからなくはない。わからなくはないな。わからなくはないけど、確かに奈落側の人としてもしも生まれてたとしたら、絶対に許せないしね。まあ楽園側の人たちとしても、許せなくなるのかな。いや、むずいね。人としての最上級の幸福の形、楽園児。幸福になるべくして生まれた命を幸福だけの中で育む。そうして理想郷はなった。一部の犠牲で尊いものが命の本懐を遂げるのだ。あの操り人形たちが命の幸福の答え。ああ、そっか、でもそれもそれであれなのか。この神という人のエゴなんだ。俺が思う幸せをお前たちは生きろってこいつは言ってるだけなんだ。各々が思う幸せとはまた違う方向にある幸せを押し付けられて、それを幸せとして生きていけよって言ってるわけなんだ。わあ、難しいこのゲーム。笑わせないでほしいな。あんなのは幸福じゃない。自由も意志もない命なんか人間じゃない。楽園の子移ろ。お前はあの頃から私の目には蛇に見えていたよ。その名で呼ばないでもらえるかな。僕はもうそんな名前じゃない。でもそうだね、僕は蛇だ。神の箱庭で飼いならされた全ての神の子に知恵の実を与えるのが役目だよ。あ、なんかすごいアダムとイブ的な話してんのかな。神を降りるんだ。あなたの無謀で愚かな祝福はこれで幕引き。あなたにも償ってもらう。この先僕たちが歩いていく人の道をただ静観させる。この世界はあなただけの世界じゃない。人間の世界だ。もうあなたが触れていいものなんて何もない。ならお前たちの言葉で証明してみせなさい。え、どうすんだ。セーブをさせてくれる。というわけで一旦ここで終わるか。いや、終わるにしてはまだ早いか。まだ早いな。もうちょっとだけやろう。神。傷だらけなのかお前も。命の幸福の答え、お前たちの答え。わあ、なんだなんだなんだ。知った上で前に進むために、傷つけたのはあなただ。苦痛を知りたくなかった。真実を知って幸福か救われたいか。お前たちはまた傷ついた。それに何の意味がある。はあ、むずいな。じゃあ、一つ一つ見ていこう。真実を知って幸福か救われたいか。いや、
真実を知ったことは、まあ、達成感はあるかもしれないけど、幸福でも救われてもいない。お前たちはまた傷ついた。傷ついた。それに何の意味がある？確かに意味なんてあるのか？ここに意味があるのか？で、僕の答えは、知った上で前に進むために、傷つけたのはあなただった。あなただ。苦痛を知りたくなかった。あ、傷つけたのはあなただもん。苦痛を知りたくなかったもん。なんか逃避してるな。知った上で私たちは前に進む。俺は、それを聞くために地上に出てきました。知ることが俺の目的です。そして知った上で二度とこんな思いをしないために、前に進むために辛く苦しくても受け入れて歩くんです。負った傷は永遠に消えないとしても、これから同じ傷がつく人を増やしてはいけない。これから歩く道を作る。それが俺たちのやってきたことの意味です。君たち以外は完成しているというのに、七面倒くさいことをするんだね。わあ、面白いな。何もしなくても生活が保障され、信仰によって満たされている。それのどこが幸福でないというのか。まあ確かにな。これって幸せっちゃ幸せなのかもしんない。ただ管理されてる世界だけど、何もしなくても住むとこがあって、ご飯が食べれて、で周りにはたくさんの友達がいるんでしょ。これは幸せなのかもしんない。ただ自分の意志みたいなのが存在しない世界になっちゃうってだけなんだ。ただ一応見栄え的には幸せなのかもしれない。たとえ幸福でも人の心を奪っていい理由にはならない。わ、めっちゃ正論言ってる。全てが与えられるのは自由がないのと同じ。わあ、そっか、確かに私たちはそうなれなかった。あー、そっかそっか、私たちはそうなれなかった。まあそうだけど、お前たちがなれなかったから何なんだよってことになっちゃうもんね。だって今楽園で幸せなやつら幸せなんだもんね。で、全てが与えられるのは自由がないのと同じ。あー、ぽいな、これっぽいわ。たとえ幸福でも人の心を奪っていい理由にならないが、めちゃくちゃ正論だからこれでいこう。信仰に目を奪われて、愛しき家族にすら目を向けられることがなかった。陽一だ。あ、そっか、そっか、陽一の境遇を考えたら、そっか、これが幸福として受け入れては絶対にダメだし、もう俺たちがどうのこうのってだだこねてる場合でもないんだ。あなたも一人の親ならわかるんじゃないのか。シヴァに会わずとも声をかけていたんだろう。親子の絆がそこには確かにあったはずだ。シヴァを楽園に出したのもそうだ。あなたの信じた楽園で、シヴァが夢見た楽園で幸せになってもらおうと思ったんじゃないのか。信仰と怠惰しかないあの場所はそんなに幸福か。用意されただけの楽の道を歩くことが、自分の足で歩けもしない場所が、そんなの人間じゃないよ。意識のほとんどが無限で、愛も心も意志もない。それは人間じゃない。わあ、そっか、人間とは何なのかみたいな話になってくるんだ。夢の何がいけない？幸福なら現実だろうと虚構だろうと違いはないはずだ。確かにな。すごいいい夢を見た時って、あ、このまま夢の中にいたいなって思うもんね。目覚めた後も、あ、あの夢に戻りたいって思うもんね。でもそのあの夢に戻りたいって思うのは、僕たちが現実を生きてるから思うのかもしれないもんね。現実に戻れるって分かってるから、そういうことを言うのかもしれないの。あ、すげえ難しい。犠牲は必要だ。奈落と神の慈愛を潰すなら、一体何が犠牲になるというのだ。うわぁ、真っ当なんだよな、こいつの意見。てか分かるもん。なんか、賛同できる、こいつに。人の道に、あなたの作るような犠牲はない。まあね、まあね。まあね。ないけど、まあそうだね。こういう犠牲はない。ただ奈落と、だからもう、生まれながらの犠牲者と、生まれながらの幸福人が、パパって分かれるわけだから。いや、全部見てから話そう。あなたの犠牲でできたのは幸福な人間じゃない。もうそれも言いづらいけどね。楽園の奴ら幸せかもしんないもんね。盲目に神を崇める存在は。確かに差別はないかもしれない。あ、受け入れたらダメだろ。でも人の道にあなたの作るような犠牲はない。いや、これもどうなんだろうね。あなたの犠牲でできたの幸福の人間じゃない。わ、どれもピンとこね。今回人の道にあなたの作るような犠牲はない。まあこいつの作る、確かに神の作るような犠牲はない。ないとも言い難い。いや、ないんだ。一般的にはないんだ。一般的っていう言葉使っていいのか分かんない。
まあ、ただ、少なくとも。まあ、そっか。一体、そっか、犠牲は必要だけど。まあ、あなたの犠牲でできたのは幸福な人間じゃない。いや、これもピンとこねえな。確かに差別はないかもしれないわ。これは絶対選んではいけない。二択だな。あなたの犠牲でできたのは幸福な人間じゃない。確かにそう思う。こう、だから何だもんな、でも。人の道にあなたの作るような犠牲はないって言いたいわ。確かに。一体何が犠牲になるというのかってこいつは言ってるから、犠牲をこっち側で出さなきゃいけない、みたいな。だから魔術師の選択みたいになってんな、今。相手が選択肢を出してるようで選択肢を出してない状態になってるから、犠牲は、もともと犠牲として犠牲者は生まれないんだ。っていう方向で進めよう。奈落の犠牲の結果が楽園人などという、操り人形、それで本当に幸福だと思ってるのなら滑稽だな。こいつらの言う人の道は、生活という人としての営みは自分自身の手でやることだ。それは犠牲なんか必要じゃない。人が自分の足で歩いていくのが人生なんだ。まあまあ言ってることすげえわかるけどね。わかるけど、そっか、犠牲って言葉はないのか。貴様はその営みすら人間から奪った。そっか。あ、そうだね。確かに。人間らしさや人間ゆえにできる幸せを奪った。お前の庇護しているものは人間なのではない。何もできない人形だ。あ、うつつめっちゃわかるわ。そうか。そうだったね。俺が間違ってたわ。人形？彼はそんな風には見えなかったけどね。彼って。彼って？感情があるから葛藤が生まれる。争いが生まれる。個人の感情とは傷つけ合う種だ。それが人間だ。奪っていい気持ちなんて一つもない。選択肢が一つだ。もう、エンディング、あ、かわいい私。今私が言ったんだ。私ね、初めて外に出て、初めて人に出会ってたくさんのことを知ったよ。感じたことのない感情、いっぱい体験した。恥ずかしいのに嬉しかったり、嬉しいのに涙が出たり、するの。いろんな感情が入り混じって簡単には言い表せなくて簡単じゃないのが人間だってわかった。好きなのに嫌いって言っちゃうこともあるのかも。許せないのに愛してしまうことがあるのかも。あ、そっか。めちゃくちゃ暦って人間っぽいもんね。暦のことだったりするし。まあ、許せないのに愛してしまうとかは、やっぱ、うつつと世界の関係性だったりするのかもしんないもんね。まあ、愛ではないのかもしんないけど、あれは。まあ、愛なのか。みんな考え方や感じ方も違う。人の数だけあるの。それが人間らしさだって思った。でもお父さんの作った楽園人にはそれがない。みんな同じ感情、みんな同じ考え方。神様を崇めることしか知らないみたい。そっか。文字に起こすとだいぶえげつないか。みんな同じなんだ。みんな違ってみんないいっていう言葉があるのに、みんな同じなんだもんね、この世界は。そんなのは人間って言えないと思う。全員量産型なんだ。人には人のそれぞれの答えがある。桃源奈落元気計算たち、これだけ違う道を歩いてきたみんなが揃って神様にお願いしようとして、確かに私たちは今手を取り合ってる。それってすごいことだと思うの。だってこの中にはきっと誰かのことが好きじゃなかったり誰かに怒ったりしてる人もいるんだよ。それでも人が人らしく自分の力で生きる道を作るために手を取り合ったの。複雑な気持ちを抱えて葛藤しながら自分たちで考えて幸福を目指して歩いている。人から人間らしさを考えること、自分だけの感情を奪っちゃダメだよ。わあ、めっちゃまっとう。しかも娘にこれを言わせている。神が。これは納得するのか、お前。同じ血の通った娘にこうまで言われてはね。お前は楽園の人間と出会って成長したんだね。いいだろう。お前がそこまで言うのなら、人間の行く末、影から見守ることにする。わあ、やっぱ娘にはちょっと弱いところもお父さんなんだな、お前。お父さん！昔見た、夢の中で提供される幸せ、それを事実だと捉え、疑おうともしないような。偽りの事象でも幸福は幸福だ。人は弱い、それくらいがいい。そう思ってきた。それを現実で実現するためにこの数十年生きてきた。夢でない、紛れもない現実で。それ以上の幸福を人が手に入れられるというのなら本当に見せてほしい。そっか。我が子よ。お前はお前なりにだって人を苦しめるためにこういうことを してきたわけじゃないもんね。完全な悪じゃねえんだもんね、こいつも。神は。神が思う理想を作ったんだもんね。ただそれが、作った理想の中で、これが理想じゃねえって思うやつが生まれてきただけで、
大多数はこれが幸せと思って、まあ思ってるのかどうかわかんないけど、洗脳されてるから。大多数の人は今普通に何不自由なく生きてて、まあ奈落の奴らは奈落の奴で任命された、任命って言い方も変だけど、仕事っていうか使命を全うしてて、世界は成り立ってるんだもんね。だからこれがこいつの作りたかったことはもうできてはいるんだけど、その中での反対意見が初めて出てきたってことなんだもんね。いやちょっともう言葉まとまんねえわ。気持ちがいっぱいになりすぎて。うん、わかった。この後のことは私たちに任せて。だってシバちゃんたちが作る世界が正解なのかもわかんないもん。昔見たって言ってた。それは何？絵本か何か？こうなる前にどこかでそんな人生を見たの？ああ、このぬいぐるみがそれの一部だ。そのぬいぐるみが？私が今まで見送ってきたたくさんの人生の中で、最も幸福だったもの、その形見だよ。もうその夢は、夢は終わりがあるとわかるから受け入れられる幸福なのかもしれない。あーさっき俺も気づいたわ。それにそれが永遠だとしたらもうそれは人生じゃない、ただの幻になる。私も長く生きすぎた。夢はもう終えることにするよ。ここで終点だ。わーもうエンディングがまだバッドエンド2つしか撮ってないけど、このゲームはいいゲームだ。絶対に世界よいち、みんな、はい、これで俺たちは自由なんですね。いろいろな話があって混乱もしていますが、これからゆっくり整理していきましょう。そうだね、ひとまずは目的達成だ。本当に安心してよ。何が自由ですか。あ、誰だ。あ、お前エルか。だいぶ服装かっこいいな。何が安心ですか。あなたはエル。お姉様、エル心配してたの。無事でよかった。怪我はしてない。そっか、エルを探しに来たんだ俺ら。お前、もう今話まとまったけど、こっからどう関わってくんの。近寄らないでください。そうか、こいつは神をめちゃくちゃ信仰してんだもん。え？神を退けて自由、安心。狂ってるのですか。神の愛のない人間などそれこそ心ない、下道ばかりだというのに。エル落ち着いてどうしたの。それにその姿、お前どうなったの。冥王なのお前。シバ、前に出るな。あれは、なぜここにあれがいる。あの悪魔は奈落に封印してきたはずじゃ。あいつ冥王なのか。やっぱり悪魔。詳しく話してる暇はないが、簡単に言うと奈落の絶望すべて煮詰めたような代物だ。奈落で過ごしていた者の負の感情の入れ物、波の精神じゃまず持ちきれないはずだが、あなたが神様。私はあなたに救われました。ずっとあなたに祈っていました。ずっとあなたに感謝していました。私は神の愛を知らない人たちから救ってくれたあなた。だからどうかこのまま神として人を愛してください。非人間に心を奪われないでください。そうでなければ私は。すまない、娘の頼みなので。もう聞くと言ってしまったんだよ。お前かっこいいな。少しだけ遅かったね。我が愛、これからはお前も人の道を歩くがいい。わかりました。では。あ、殺されるじゃん絶対。ここにいる日、人間すべて死ねば、楽園は続きますよね。お前もう、狂ってるよ。もう今話まとまったのになんでさ、まとまった話をさ、ぐしゃぐしゃにしたの。危ない。いや、誰が、エル、マナス、嘘だろ。殺します。非人間に対する憎しみだけなら私は、どうしてそんなに。あなたたちだって同じだ。私たちを傷つけてきた、あの野蛮な獣どもと。人の文化など神の愛に比べれば低俗でおこがましい。それをそれを押し付けることが自由。それで安心。あんな凄惨な生き汚い行為が人のあり方であるならこの世は全て地獄になる。私は人殺しになってでもそれを止める。くそ、波の感触じゃないぞあれは。一体お前の弟に何があったの。本当に何があったんだよ。私と出会った時、前にひどい目にあったような顔をしてた。何があったのかはわからないけど、私に心配されたりお世話されるのも初めのうちは本当に嫌がってた。ああ、あなた。ああ、お姉様を見殺しにした。あ、そっか。だからマナセの、本物のマナセの本物の弟なんだ、こいつは。私の知らないところで首を、そばにいたのにどうして守れない。あなたが、あなたは。私は、
私がそばにいたら私は何も守れなくて、一人火の中で焼ける匂いはどうしてお前狂ってんの。私を愛してくれた人、私の愛した人、愛は神だけが。おかしくなっておるのは悪魔にあるのあるものか、ユディとの縁さか。俺は顔を見せない方がいいな。あ、なんなの。おい、ね、マナセ。泣くな。泣いてる場合か。ごめんなさい。ちょっと展開がまとまったかと思ったから、頭もう回んなくなってるわ。やりにくいな。だがそうも言ってられん。いいか、マナセ、よく聞け。あいつにユディとの心があるなら、あいつをどうにかできるのはお前だけだ。何があったのか聞いて寄り添え。ユディと、奈落にいたあいつのオリジナルだ。ユディとはお前のオリジナルのことを特別愛していた。そちらでも兄弟としてな。エルの方がどんな目に遭ってきたかは知らないが、今はユディとの心も共にあるはず。あ、じゃあ、うつつがやろうとしてたことになってんのかな。心を乗っ取ってんのかな、奈落の方が。ならお前が語りかければ手を取れる可能性はある。本当か？わかった。うつつくん、私エルのところへ。援護はする。仮面をすれば多少はマシだろ。おい、ちょっと待てよ。あんな状況で話ができるのか？大丈夫。私の本心を話すだけだもん。エル、いつもそういう時はちゃんと聞いてくれる。だからきっとうまくいく。危なくなったらうつつちゃんにしがみついとけよ。絶対だからな。おい、うつつちゃん。なんだ。マナセに怪我でもさせたらただじゃおかねえ。だから絶対に守ってくれ。頼む。無論だ。準備はいいか。行くぞ。え、何やんの？戦うの？戦い、お前かっこいい。かばう、殺すって何？エルを殺す。マナセを守る。いや、殺さない、殺さない。お話しさせてやろう。かばっとこう。声をかけよう。え、エルに声をかけた。エル。私は夢を見てるのですか？それとも私は死んでしまったのでしょうか？あなたは死んでない。私だって。ならあの時、首を吊っていたのは一体誰だったというのですか？ああ、神が。地獄がお姉様を殺したことを私は一生。わあ、怖い、狂ってる。エル。お姉様はお姉様は優しかった。ご自身がいくら辛くともそれを口にすることなく私の身を案じてくださいました。そんなお姉様を私は救うことすらできませんでした。生かすことでも、殺すことでも、死の救いがあり得るのだとしたら、どうして私がお姉様の首に手をかけることができなかったのでしょうか。ねえお姉様、今なら一瞬地獄へ行きます。怖い。なんかさ、愛しすぎて本当に変な風になっちゃってんじゃん。お前メンヘラの人じゃん。今からならずっと一緒にいられますよ、ね、ユディト君。私はあなたのお姉さんじゃねえんだ。そんなこと言っていいの？私を死なせてもあなたのそばにいるのはあなたのお姉さんじゃない。でも一つだけわかることがある。天地がひっくり返っても宇宙が丸ごと落ちてきても、ここが地獄だったとしても、お姉ちゃんはあなたの味方。ユディト君は心だけがまだここにいるんだよ、ね、お姉ちゃんきっと待ってる。あなたがついていこうとしたこと、心苦しくも嬉しく思ってる。あ、そっか、マナセだからわかるのか。エルの言葉が。メルか。あなたに求められてとても幸せなはず。あなたがいるべきところはこんなお姉さんのいない場所じゃないでしょう。成仏させようとしてる。お姉さん、どこにいるのですか？あなたが地獄にいるなら私も地獄へ行きたいです。いや、だとしたらもうお前めっちゃかっこいいな、顔。う、どうして神だけ。いや、だとしたらもう他の人に迷惑をかけるな。私の、なのに神が、世界がお姉さんを殺したというのですか？さあ、そうだね。いや、むずい。エル、この楽園の神の非造物が傷つけるなんてありえません。あ、戦いが。これエルを殺すはかばっとこう。エルを殺すルートもあんだろうね。お姉様のわけのわからない優しさ。私は神から遠ざけておきながら、私から大切なものを取り上げておきながら優しくするひどいお姉様。一体私をどうしようというのですか？私があなたを大切にするのに何か特別な目的や思惑があるわけじゃない。エルを思い出して、私があなたを大切にしたいの。あなたがそばにいてくれるからなんだ。エルはついてきてくれた。初めから断ることも途中で逃げ出すことだってできたはずなのに、それはどうして？人間はしぶとく狡猾です。子供の身で逃げ出しても大人を必ず捕まえる。そして恐ろしい罰。
最初はそう思ってたよね。でも私と二人で放浪しているうちに。あなたは暴力を振るわなければ言葉で傷つけることもしない。牙をどこに隠しているのか私にはわからなかった。あ、本物のエルが喋ってんの今。うん。だからあなたは次第に牙なんてないんじゃないかって思っていった。あなたが少しずつ私を信じたいと思い始めてくれているのに私は気づいた。違う。何を根拠に。あなたが不意に笑顔を見せるようになったから。私はあなたの前で笑ってなどいません。怖い、このやりとり。え、こいつのこと怪獣できるか、私ら。だって、うつつが死んじゃうよ。まだせよ、守ろう。死んでも守れって言われたからな。大丈夫か。エル聞いて。私はこれからもあなたのそばで。あなたを大切にする。あなたを害さない。あなたを傷つけない。その証拠に、あなたにいくら手を挙げられても、私は何もしないでしょ。確かに。いや、でも、手を挙げられてんのは、あれだよ。うつつだよ。うつつくん、もう大丈夫。下ろして。ああ。エル。マナセはエルに寄り添った。あ、まだ大丈夫なの。抱きしめる。あ、抱きしめたら HP1000 全部ゼロになったわ。あ、これでよかったのか、世界は。お姉様、生きて。エル、私あなたと一緒に帰りたい。でも、あなたがあのお屋敷に帰るのが嫌なら、私に理由を教えて、話を聞かせて。何も知らずにあなたに殺されたら私、死んだ後もずっと後悔するから。なぜなのです。なぜ私に優しくするのです。あの日、人間たちのように私の愛する神を奪っておきながら優しくする。え、お前が愛してるのは神だけなの？私のことを愛してないの？怖い。あなたのことが怖い。エル。何か理由があるはずなのです。私を。人の数に数えて人の割合を増やすために人の文化を教えてそうやって利用する気なのでそんなのないんだって。そんな風に思いながら人と付き合わないんだよな。私が心を許した途端きっと牙を剥くのです。そうして私は神にも人にも寄り添えなくなって何者でもなくなるのです。そっか。でもマナセに会う前にエルはそういう思いをしてきたのかな。ずっといつ私に暴力を振るうのです。いつ私を。エル、私たちは兄弟でしょ。血が繋がっていなくても私はあなたのことを愛している。初めて出会った時、あなたはひどく怯えていた。それを見た私はあなたを安心させたいと思った。出会ってからずっとあなたは神様に祈っていた。どこにいるかもわからないのに。私はずっと頼ってほしかった。あなたのすぐそばで、あなたの落ち着ける場所になりたかった。でもあなたはそれを受け入れるのが難しそうだった。だからある時言ったんでしょ。私はあなたを思うこと、あなたのために、することをやめてあげられない。本当に嫌だったら私から逃げて。でもあなたは逃げなかった。あなたは私が怖かったわけじゃない。あなたが私を受け入れて自分が変わってしまうことが恐ろしかったんでしょう。何も変わらないの。あなたが私と人として日常を送っても、一緒に喫茶店を開いても、神様を信じなくなっても、一緒に喫茶店開いたことあるんだ。あなたが別の何かになってしまうわけじゃない。私があなたを置いてどこかへ行きはしない。だから安心して。怖くないよ。大丈夫。お姉様。ねえ、気づいてる？エル、いつも私の作ったご飯を食べるときすごく嬉しそうに食べてるの。他では絶対に見られない笑顔。エルがお祈りしてる時だって見せない表情。私はその笑顔を見るたび幸せになる。あなたの幸せが私の幸せ。朝起きたらエルがいるだけで安心で、あなたが生きてるだけで嬉しい。今まで怖かったね。でももう大丈夫。私たちのお屋敷には誰もあなたのことを傷つける人はいない。確かにね。だからそうやって自分が壊れちゃうようなことはもうしなくていい。お願いエル、戻ってきて。そっか、お前もいろいろ何かが壊れたな。お前もいろいろずっと悩んできたんだな。やっぱひどいことされた人はさ、なんか心開くのが難しかったりするもんね。お姉様。何？
お姉様の作ったご飯が食べたいです。当たり前だ。何が食いたいんだよ。言ってみろ。もちろん、いくらでも作ってあげる。だから一緒に帰ろう。私も愛しています。よかったな、お前ら。エル眠ってるだけ？うん、そうみたい。散らばった悪魔の破片は、引き剥がして数に封印させたが、神経に負荷はかかっている。命に問題はないだろうが、よくよく休ませろ。看病は任せて。私はエルのお姉ちゃんだもん。うん、でも私たちにも手伝わせてね。回復したら絶対仲良くしたいから。シバありがとう。あ、そっか。どうした？後悔してんのかよ、ヨイチ。もっと普段から彼に気を使えていたら、あんなに追い詰めることもなかったのかもしれないと思ってるよ。最終的にはマナセの言葉が必要だったと思うけれど。俺もそう思う。でもまあ、あいつもある意味リフレッシュになったんじゃねえか。これからすぐにとは言わんでも、ゆっくり馴染んでくさ。これからは神に縛られない自由な世になるんだし。そうだね。屋敷で待ってる小読みたちにもいい報告ができる。あ、そっか。小読みたちは揉めたりしてねえよな。神のいないように人類全員が慣れていかないといけないね。これから忙しくなるな。だが奈落にいた頃よりもずっとやりがいのある仕事だ。ああ、みんなが前向いてる。そうね、お兄さん。これからは人間らしく生きられる。泥水すすっても生きてきた甲斐があるってものだわ。お前と普通の兄弟になれること嬉しく思う。お兄さんがそんな風に言うなんて珍しいわね。嬉しいけど急だったからよく聞こえなかった。もう一度言ってくれる。こういうのは一回だけしか言わないんだよ。何度でも言うタイプだったこいつ。お前には苦労をかけた。だが人の世は来た。お前と人間として共にあれる時代だ。これからも付き合ってくれるか？もちろん、どこまでもついていくわ、お兄さん。当たり前のように家族と過ごせるようになること、それは本当に幸せなことです。頑張ってきてよかったね、私たち。私今すごく嬉しいよ。ああ。シバこの後だけど。どうしたの？お嬢ちゃんちょっといいかな？すー何？手がくたびれてしまっての、どうか車椅子を押してくれんか。しょうがないな。押すけど私の手ベタベタ触らないでね。押しにくいから。おんや、お見通しか。さすがお嬢ちゃん。僕の考えることをよくわかっておるな。もうやっぱり。しかしお嬢ちゃんがあの、坊ちゃんの暴走した際に僕を安全な場所まで引っ張ってくれたのは、なんとも言い表せない気持ちの、あ、そんなことやってたんだ。心が痺れるとはあのような感覚なのかもしれぬな。全然方向転換できてなかったし、本当に危なかったもん。見捨てられるわけないでしょ。お嬢ちゃんのそういうところが何より愛おしい。はいはい、ありがとう、おじいちゃん。あ、セーブだ。じゃあ一回ここで終わろう。もう。だってエンディングに向かおうとしてるもん。こっからなんか選択肢が出てきて、エンディングが分岐すんのかもしんない。うん。終わろう。というわけで、次回エンディングを撮っていきたいと思います。もう喋りすぎて喉もぶっ壊れてきたんで。いや、面白いっすね。めちゃくちゃいいゲームだ。多分。エンディングあと何個あるか。覚えてないですけど、全部撮っていけたらと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。